時間私たちは霞ヶ浦市にあります手作り雑貨屋さんプルに来ています。明るく元気に過ごせるようなワークショップが開催されるということなんですね。今日は詳しいことをこのワークショップを主催されております仁平かなめ子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。こんにちは。はい、早速お話聞きたいんですけれども、まずこちら手作り雑貨プルということで、手作り雑貨屋さん今店内にいるんですが、たくさんの商品並べられていますね。ワークショップを開催されるということですけれども、その関係といいますか、まずはなんでこのお店ができたんでしょうか。最初は地域の方のお話を聞いてあげたいっていうところで、はい、手作り雑貨が中心ではなくて、聞き耳喫茶っていうのが最初だったんですね、はい、でその中でもう一人いる子がね、手作りをしているので手作りもやりたい、はい、でまあお客さんの中にも手作りしてる人がいたので置きたいっていう話から、はい、雑貨を置くようになったんですね。そうなんですか。でまたワークショップが開催されるというのは、まあ、その元々は聞き耳喫茶ということで皆さんのお話を聞いている、まあ、そういったカウンセリングをされるような場であったからということなんでしょうか、うん、そうですね、まあ、カウンセリングっていう重く考えてなくて、お話が聞けたらいいなっていうのが始まりでした。あ、はい、じゃあ気軽に皆さんがフラッと寄ってちょっとおしゃべりをして気持ちよく、うん、帰ってくるみたいな。そうですね、はい、でこのワークショップなんですけれども、うん、どういったものなのかご紹介していただけますか。そうですね、遊びから学ぶっていうことをテーマにやってます。何よりも楽しかったってものが種として持って帰ることができるんですね。あ、ワクワクと楽しさが人間の新しい次に行けるエネルギーになると私は信じているので。では例えば最初は引っ越し事案でなかなか前に出られなかった方が、終わる頃にはもう自分を表現するのが上手くなったという方も見受けられますか。とてもびっくりするぐらいですね。実際に私もぜひこういったプログラム体験したいなというふうに思うんですけれども、うん、今この場でできるようなそういった遊びってありますか。そうですね、リズムじゃんけんで一つあるので、はい、ただ表現を入れていただきたいんですね、はい、勝ったらやったやったって騒いでもらって、はい、負けたら負けた負けたっていう感じにやっていただきたいんですが、はい、じゃあちょっとやらせていただきたいんですけれども、方法は普通のじゃんけんと一緒で大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、わかりました。何か掛け声のような最初は何かあるんでしょうか。最初はじゃんけんぽいだけでいいんです。じゃんけんぽいでいいんですか、はい、その前に何か踊ったりとかはしなくて大丈夫ですか。大丈夫です。その代わりエネルギーを勝った時と負けた時に全部注いでください。わかりました。ではちょっとやらせていただいていいですか。はい、はい、ではちょっとお相手お願いいたします。じゃんけんは普通にじゃんけんしちゃって大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ行きます。気合は入れますよ。行きます。せーの、じゃんけんぽい。勝った。勝った。やった。こんな感じでいいでしょうか。でも今ちょっとごめんなさい、静かな店内ですごく大きな声を出させていただいてしまったんですけど気持ちがすごく晴れやかになったといいますか、正直ちょっとまあ本番ということでちょっと緊張感みたいなものはあったんですけれども、今大きな声を出した瞬間なんか吹っ切れたといいますか、なんか今すごく爽やかな気持ちです。そう、人間やっぱりお腹から声出すってこと大切ですよね、はい、あと自己表現で嬉しいことや悲しいことをやっぱり自分の声で外へ出すってことが、はい、やっぱり次の可能性に向かうと思うんですよね、また負けたっていうのも全力でやらないといけないんですね、はい、いやでもこれはね皆さんで笑いながらできてすごく楽しいですね。そうです。はい、仁平さんお話ありがとうございました。ありがとうございました。